はい、8月24日、小田原記念競輪初日特選12レースの予想です。並びですが、神奈川4社で、松井幸雄に北井勇気、郡司浩平、和田まくるの4社連携で、西で脇本に浅井のラインで、関東で、小林大成に宿口の2社で、佐藤慎太郎は短期という細切りになってます。はい、神奈川4社地元ですね。小田原って一瞬なんか神奈川だったか静岡だったかちょっと間違いしそうになるんですけど、神奈川ですね。で、小田原の神奈川地元4社で、並びがまあ妥当といえば妥当ですね。この目線で見ると結局もう期待が特別勝って、格が上がって、松井が先頭、期待番手、郡司、和田。そうですよね。だ、期待が先頭で郡司が番手でとか、なかなか難しいですもんね。で、期待松井郡司っていうのもおかしいし、まあ、こうなるように想定して選手も斡旋したみたいなことなんでしょうけど、はい、この、まあ、神奈川だけでこれなんて、南関、南関東の自力型、まあ、千葉がいるかどうかパッと思いつきませんけど、まあ、その最近 その松井幸雄とか期待などの南関東の自力型の充実っていうのはすごいなと思って、結構昔は南関東って自力選手がいないっていうか、あんまり有力選手がいないっていう、少ないっていう地域でしたので、なんかこう時代が変わったなという気はします。だから南関東に自力が少なくて、東北、北日本に自力が多かったから、まあ、その番手選手はその逆だったりするから、その東北、北日本と南関東がまあこう連携する、本当のラインじゃないけど、なんか連携するようになったんですかね。でも、うん、昔は、まあ、今それ、その流れが今もあるとは思うんですけど、はい。で、なので佐藤慎太郎短期ですけど、ここを分断に行くような気はしないんですね。やっぱりね、南関東と東北なんで、まあ、割り切っていくっていう手もあるかもしれないんですけど、まあ、あえてね、記念の初日特選でそういうことするかなみたいなことはありますね。はい。しかも行ったら行ったで脇本のまくりごとになるとかね、そういうのもあるでしょうし。はい。で、周回は一応こういうふうに置きまして、難関が前駅から突っ張っていくと、で脇本、佐藤、小林、大成がいるっていうふうにしました。で、要は、まあ、さっきの話で、例えばこんな感じで、佐藤が前受けして、松井が来たら飛びつくとか、いうのは、まあ、ないでしょうとは思ってますけども、はい。まあ、佐藤慎太郎、そういうことあんまりしないですよね。まあ、短期が珍しいという気はしますけども、はい。なので、はい。こんな感じで、予想します。はい。で、小林大成が、まあ、上がっていって、まあ、青番バックですね。小田原三バンクなんで、前を、まあ、抑えるか叩きに行こうとするけど、松井が突っ張りますと。まあ、秋元もそう思ってるでしょうから、ゆったり構えていると。で、佐藤慎太郎も、まあ、ここに切り替えていくのか、まあ、脇本、浅井の3番手にいて、まあ、脇本の仕掛けに乗っていこうと思っているのかは、どっちかでしょうね。わかんない。もう、あとは難関の主導権濃厚と見て、ここら辺をついていくとか。まあ、一応ここの辺にしときます。で、松井幸雄が何が何でも仕掛けて、小林大成が引く。はい。こんな感じになって、赤番通過。で、ペースが上がっていって、どうなるかっていうことです。はい。
で、まあ、小林大成が下がっていって、あとはどこから脇本が仕掛けていくかですね。はい、どうなんでしょう、松井、北井、郡司、和田の4者ラインを脇本がまくりで捉えられるかっていうことですけど、まあ、明らかにこう期待が番手まくりしますよね。さすがにどうなんでしょうね。こういうのってどう考えたらいいんですかね。まあ、タイミング次第でまくれるんですかね。なんとなくまくれないような気もしますよね。特に初日即戦でそんなに向きになってまくり切る必要もないだろうし。いやでも、うん、まあわかんないですけどね。だから、ホーム、ね、脇本が仕掛けて、期待が番手からまくっていくと。こう、出ます。脇本の仕掛け、期待が番手まくり。脇本がこの辺来たらもう出るんですかね、すかさず。はい。で、脇本が多少外を膨れ、和田もね、どうなのかな。外を膨らませる余裕があればいいんですけど、まあ脇本もこの2段掛け3段掛けの上をまくり切るのは難しいと見て難関で決まると見ます。はい。であとは直線どうなるか、まあ3-3小田原短いですけど、まあ、期待が番手まくりから押し切るか郡司が指すかですね。まあ、押し切りそうですね、今の期待の力では。だから期待、郡司、和田、これが大本線で、まああとは3着に脇本届くか、あとは脇本が膨れてインから浅井が届くかみたいなところぐらいでしょうか。松井の残り目はないとして、はい、こんな風にしたいと思います。まあ、佐藤慎太郎も位置取りコース取り次第では3着あるかもしれませんが、ちょっと手広すぎるかもしれませんね。まあでもまあこんな感じでしょうね。なのでまあうん、まあ2車単は期待郡司折り返しとして、3連単は期待頭固定で3着手広くとしたいと思います。はい。2車単期待郡司の折り返し、松井幸雄主導権から期待の番手まくり、郡司が刺すか刺さない、刺せるか刺せないか。3連単は期待の頭に絞って期待郡司から和田、脇本、浅井、佐藤慎太郎としてみました。はい。小田原記念競輪初日特選12レースの予想でした。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは。